レコメン。この時間は三話シャッターの提供でお送りしました。レコメン乃木坂学生まつり、文化放送からお送りしています乃木坂46極性祭り3週目で、改めましてこの2人と一緒にお送りしています。自己紹介どうぞ。三木萌です。奥田井戸葉です。よろしくお願いします。じゃあ今日の、ね、企画メール紹介していきますね。極性きっとこんな子なんじゃないですかメールです。じゃあいきます。東京都ラジオネームナマズのかば焼きからいただきました。実は楽屋では芸人さんみたいにツッコミ役とボケ役を担当するメンバーがいるんじゃないですかって。どうですかこれは。そうですね、ちょっと当てはまる。お、ちょっと当てはまるっていうのはこれはどういうことですか。まおちゃんがなんか、私はすごいちゃんと自分でツッコむぞと思ってツッコんでるわけじゃないんですけど、うん、メンバーからはなんかよく、あ、ツッコミだっていうか、なんて言うんですかね、ちゃんとやっぱ関西出身だから、うん、やっぱ出ちゃうんだね。なんかついつい言っちゃってるのかもしれないです。なんでやねんとか言っちゃってるかもしれない。いや、そうなんだね。でも真央のツッコミってゆるくて可愛いんですよ、うん、なんか何々やないかいみたいな見たいな。待ってね、今おじさんボケが浮かばないからね。ちょっと待ってね。行きますよ。はい、あれ、肘がかゆい。それは書いたらいいやないか。違う今おじさん頭が書いてたね。頭がいて肘がかゆいってこう言ってたんだけど、それ書いたらいいやないかって。ボケじゃん。直していければ大丈夫だよね。そうですね、ちょっとツッコミの精度上げていかないと。そうだよね。なんでそんなに急に。それは書けばいいじゃん。ゆるく突っ込んでくれるって話したのにさ、今自分がめちゃくちゃ宝塚みたいな感じの、ね、逆にボケたりもするの。まおちゃんボケ、なんかポケポケしてるから。ポケポケって待って待って何よ、ポケポケって何。なんかもうのほほんとした感じ、うん、だからポケとツッコミ以外にもポケってのが